でしょう他の皆さん。おじゃキッキー、家入りレオさんが5歳の時に初めて作ったものとは？ジグゾーパズル。おお、頭脳派ですね。5歳で、ね、作れたらね、自分で描いた絵をこう切り刻んでね。ジグゾーそこまで言ってないですよ。そこまで自分で描いた絵を切り刻んでる。さあじゃあ岩本先輩一発いっとく？はい。はい、じゃあ家入りレオさんが5歳の時に初めて作ったものとは？いらなくなったチラシとかで枝豆の殻とかを捨てる簡易ゴミ箱。おじさんじゃないですか。あんま見ないよ興味そんなやつ。さあどうでしょう他の皆さん。おじゃテレパンいきましょうか、うん、家入レオさんが5歳の時に初めて作ったものとは？友達。おお、なるほど。なんか本当に商店みたいなこと。5歳で初めて。考えすぎちゃうんですよね。夏も手挙げてた？いや、本当実体験なんですけど。実体験なんだ、はい、家入レオさんが5歳の時に初めて作ったものとは？砂場に落とし穴。砂場に落とし穴作ってたんですか？いっぱい作ってました。すごいね。モグラみてえな鍵だもん。いや面白いですね。面白いですか、うん、すごく楽しんでもらって何よりですけども、はい、じゃあ正解を発表してもらいましょう、はい、家入レオさんが5歳の時に初めて作ったものは何ですか？はい、歌詞です。もともともなんでなんでマンっていう感じで、うん、なんでティッシュってこう引っ張ったら次が出てくるんだろうとか、なんでパストって赤いんだろうとか。鉄道さんみたいな感じですか？なんでだろう、なんでだろうじゃないですか。なかったですけど、そういうことをポエムチックにノートに書いてたのがきっかけで、うん、なんで空って青いのかなとか、誰かが泣いた後なのかなみたいな感じのから始まって、はい、歌詞を書くようになりました。なんか恥ずかしい落とし穴掘ってて。全然レベル違ったね。